はバラさないでいいです。勝井さん分派もいいところですからね。あれこれ自分で分派してる可能性もあるね。それでは先鋒戦ベア対森川、森川ではカズマさんにお願いしたいと思います。これ実況すんの、実況なのこれ今日。さあというわけで、いつも和気あいあいとしてる、ありがとう、和気あいとしてる東西戦ですけれど、今回は、個人情報がかかってますので皆様いつも以上にガシやってください。僕は適当にやります。はい、さあというわけで、ベアさんの検体、最近弱すぎて取る気もなかったと言われた森川豪輝。そう、あれちょっと待ってください。これタルバインが先方でないっていうのは初ですか。これタルバインが先週も出なかった。さあこれはタルバインを温存する作戦に出たのか。じゃあそれではですね、じゃあチームの方を紹介していきたいと思います、ね。今から見てくださってる方もいると思うんで。そうですね。カズマ杯30人の方が平日なので集まってくれてますね。はいはい。で、暇ですね。ワンピー側、ロシッカリ、ミモラ、ボス、シャオ、ラオ、TM も豪華すぎじゃないですか。どうですね。これ平日の大会なんですかね。コニタン、コロスケ、カズネ、アツシ、ユウさん3週連続で来てくれてます。ありがとうございます。さすがですね。さあ、勝ったのは森川さん。山さん。太平、二人目誰や、太一、太一さん、アルグレ。ただ二人目出てきて相手は豪輝って感じで結構かわいそうなところなんですが、さあそこは立ち回りでカバーしてもらいたいところ。投げて、まあ今日はメスターとボスがやっぱいるんで楽しみですね。そうですね、前回のあの剣、はい、剣対あのユンの、今日ボスの方が剣で出場してくれてるんですけど、剣対ユンの結果はズタボロの結果で終わってますんで、ボス剣とメスターユン、ボス剣抜き剣 VS ヤックンユン、メスターユンの、あの今を先取る6本先取りやったんですよ。でどっち勝ったんですか。6-1で剣側の勝利でした、はい、どっちもサブキャラみたいなもんですよね。いや完全なサブです。まあキャラ差ということでよろしいですかね。いやーどうなんすかね、どうなんすかね。さあ森川豪輝がなんか乗ってますね。後ろでバナオが、いや龍一が予想教えてるんですけど、バナオ本名龍一じゃないですよね。あ龍一ですね。龍一いいんですか。本名2週間で本名まで来ましたから。新たな名前が、はい、さあ EX で川村龍一にしか最近見えないんですけどね。この間のニュートンで着てたコートはすごかったですけどね。あれすごい、あれなんか龍一意識ですね。あの成金のスイートルームでボンボンでなんか止まってる子供みたいな、そんなイメージじゃないですか。そんな感じですね、はい、お盛りって感じでしたね。で優勝してましたからね。あ優勝してましたね。そうなんですね。ああいうねコスプレしてきて優勝するってかっこいいんですよ。コスプレなんですかあれ。そうコスプレをしてきての優勝はめちゃくちゃかっこいいんですよね。コスプレ終わりきついですね。龍一プロモーションビデオの撮影の後だったんでね。さあもう森川豪輝が動きがいいですよ。あ、勝久やっぱいますね。勝久いますか。はい。勝久今まで一緒にちょっと遊んでたんで。あ、そうなんですか。はい。あ、何でしたっけ、スパフォー。家でスパフォーやって、ついにもう今日勝久に勝ち越しました、最近。まだ勝ち越しなかったんですか。あの、昨日はズタボロにされたんですけど、勝久ついにもう行きました。おー。おっと、ここでこれで森川が2連勝さあさあ。で、見たら勝てるようになりました。なるほど。はい。とりあえずアイクの竜をフルボッコにするっていうのがとりあえず今日第一目標だった、第一目標だったんですけど、僕の予想では1週間ぐらいで飽きて桜になると思ってたんですけど、面白いんですか説は。まあまだ分かんないんだよね。まだ分かんない。でもね思ったより面白かった。なるほど、うん、さあなんか森川豪輝の動きがいいですよ。森川もう完全に今カペースゲームやってるんでね、格ゲーやってるタイプに戻った、格ゲーの感覚が戻ったんでしょうね。そうですね、カプエスをかなりやってるんで、今格ゲーはかなりやってるという。さあ先方一線を離れてたんですけど、今第一線でやってて、俺にカプエスでこの状況をやっぱこうかなみたいな感じで聞いてくるくらい真剣にやってるんで、さすが24時間オリコンの練習をし続けられる男ですね。はい、さあ森川豪輝に対してのヤマトゥエルブ、さあわからん殺しでいきたいところだが投げが入る。
さあ、うまい小足が入って。これは山さんの12ですね。山さんの12ですね。まあ、関東最強といっても、間違いないじゃないですか。そうですね。今、12使いも減ってますけれども、かなりいい動きをしてますので。さあ、こういう読み合いがうまい。まあ、投げ抜けて、確定しない。2つ目引っかかるか。投げて。さあ、消えた。どこだ。さあ、殴って。と、空中波動。さあ、ここは。これはワンチャンあるんじゃないですかね。ここ出ませんね、森川。ここはコンボが出ない。さあ、まだ分からない。おお、ここで。さあ、どうなる。まだ分からない。さあ、ここは、まず1回目使っていく。どうする、どうする、上か下か削って。おお、あれ、さあ、森川が。森川3連勝。さあ、誰が行くんですか、これ。太平が行きますね。なんでしょう、バーサスの主には関わらず、空気をまず勝ち続けるという。そうですね。ただやっぱりもう、後にボスが控えてる以上、空気なんて読んでる場合はないんで。まあ、確かに。はい。全員、ズダボロにされるという。さあ、今日ね、16人いますから。あ、32人いますか。ね、16対16です。この組み合わせ。あれ、赤風呂の大変性話だったんですけど。いや、ここは油断させる。なるほど。ただいま成功率1分の0ですからね。こう油断させてこういうことです。こういうことです。なるほど。画面味に固める。これは、何が入る、油断させたんですね、今。そうなんですよ。この大変の油断がうまいんですよ ね、はい。赤風呂の大変。キャラが赤いのは赤風呂から来てますね。なるほど。はい。完全に今赤いってましたね。完全にカスですね。体が動いてましたもん。さあ、前出し投げから。おう、森川が九時風呂から。赤風呂、赤風呂はうまいですね。さあ、これはちょっと大平ペースか。中盤、これは出ないが、森川も下げない。ここは取っている。投げが入って。しかも今のうますぎじゃないですか。今のうまいですね。あ、今赤風呂を中断しました。中断でしたね。振られましたね、大変。振られましたね。前、ポンって入ってましたね。さあ、さあ、張った。さあ、こうなるときついか。中断立って、もう一枚。これは終わりですね。これは終わった。やったー、森川の方が赤風呂を見せましたね。ただ、レースじゃない、森川コーチ。やっぱり、やりますね、この男。さすがの森川。いや、素晴らしい成績を誇りました、サードマニアックス。やっぱ誰でも夢があるという、あのサードマニアックス。サードマニアックスですね。しかも、来月か、再来月のマニアックスには、名古屋で、はい、もう十何人で乗り込んでくるみたいです、サードマニアックス。はい。だからまた盛り上がるんじゃないかと思う。シャオさんも次は実況だけではなく、次はね、ちょっとタイミングが合って出ないですね。せっかくなんで。あの人来るんですか、さっき名前バラされた人。勝久も、はい、勝久が連れてきますね。あえて今名前言わなかったんですけどね。さあ、2位が入って。川さんにしときましょう。川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 さん。はい。さあ、川さんが。川おじさんなんで。川おじさん。はい。川おじさん、この間どれくらいやってる動画見ました。しっかり見てくれました。見ました、見ました。あの、途中からですよ、しっかり。あ、見ました。ちゃんと20分から10分から見ましたよ。ルリちゃん。あ、最高でした。きたーってやつですよ。はい。あの、テレビに向かってキスするシーンまで見ました。しっかり見てくれました。大丈夫です。さあ、これ。太平が、さあ、投げが入って、お、追中型で。いやー、これは、やはり準優勝という。さすが準優勝ですね。キャラは関係ないですね。後ろでチームメイトのメスターさん見てますからね、しっかり。はい。さあ、ここで、タマスフィア。投げが入って。なんかすごい連携。中盤重ねがうまい。さあ、うわ、これは、さあ、これはきついか。さあ、こうなるとちょっとまくるのはきついが、最後はサイズキックで、今のはまあ死にに行くという選択肢はいいですね。溜められたらちょっと痛いんで。さあ、代わりにゲージは2本ある。台が入って、さあ
さあこれでハサミに行けるか。さあハサミに行く。うわ今、ね、さあこれは中段からの壊しスフィアイディス。中段が入って大変2連勝。太平最近強いですからね。赤風呂の太平ですからね。さあバインが多分40時間起きててもう疲れてるゲームとか下手になるじゃないですか、関係ないですよ、関係ないですね、うん、それが凄さです。なるほど、はい、サイボーグみたいなもんですからね。これもう見えないですね、キャラの色が見えないですね目に悪いですね、これ目に悪いですね、これひどいんですけど、どうします、ジャンケンかなんかで決めます、もうこれちょっと続けるのきついんで、まあ、さあ空中ブロックしましたよ。まあカズマハイなんでジャンケンにしろって言われればしますけどねさすがに。さあ、ああ当たりました。さあこれで終わりか。いやこれ大変乗ってきましたね。乗ってきましたね、大変。大変ってなんかやっぱ最初の一戦を勝ち抜くと結構きますよね、うん、すごいなんかその後連勝するなってイメージが。さあワインがゲージが1本あるがどうですか、こうサイズキックで投げにかせない。さあタックルで暴れる。そう、おー、ワインメロ。そしてちょっと力丸ユリアンっぽかったですね今の。さあさあここで食らってしまう。コンボは出ない。確定だった。白飯のロクとバイン。ロク関係ないですけどね、間違いなく。白飯といえばなんですよ。ロクロクでなくてよかったんですよね。株が落ちましたからね今。いやこれ大変が。さあ潤ってましたよ今。さあこれは焦ってますね大変。これ焦ると、大変焦ってますよ大変が。ああ保護色が黄色に光りましたね。あのバックジャンプ台形間違いなくブレイブダンスでしたね。あれさあ3連勝しかいってる。さあしばらく超えてますか。さあおヤンユリアンとでやっぱり立ち回りで、これはどうなんですかシャオさん。これはやっぱりなんかヤンの方が全然上らしいですけどね。その横押しでガンがいけるみたいで、ああと精がハマるという精もそうですし、健三はユリアンが一番きついって言ってる。健三はよくわからないですからね。健三はあんま関係ないですからね。ちなみにあの RX と健三と俺チーム組んだ時、健三 RX に一回も身内戦で負けてませんでした。あれ終わってますからね。はい、さあそんなこと言ってたら太平が、太平の三立て返し。さあこれ転ばして、おお相打ちを狙ってる。さあ壁を張って。上スピアは相手もありませんね。太平が、大雪さん今日地味に疲れてません？疲れてないですよ、大丈夫です、大丈夫ですか。さあ赤風呂の太平、赤風呂の太平、あそこはミスあたり太平っぽいですね。あれ EX でいいんじゃないですか。あ、そうなんですけどね。あ、出なかったですかね。出なかったというかちょっとタックルタックル、次のサードマニアックスは俺この二人と組むんで。あ、そうなんですか。はい、太平星君、太平星君、はい。なので、どっちも頑張ってほしいですね。そうですね、これは。さあ、まあ、これはなかなか、レミもウエソニック打てるんで立ち回れそうなんですけど。ただ、ピエロの見てると、すごいユリアンに行けそうに見えるんですけど、これでピエロのユリアンに俺のレミが勝てるんで、はい、ちょっと。ピエロのユリアンと抜きのレミの強さが尺度が全然わからない。どっちも見たことないんですけど。ただの初心者対決で、俺がやっぱ。ただ人間性能だけで勝ってますね。ワンプロダブルサマーとかだけでしたね。コンボがわかんないね。で、俺が勝つたびにセイ君が、ヘイってね、超喜んでくれる。さあ、そのセイ君が上から落ちてこなかった。セイ君厳しいのかな、この辺の試合やってる感じだと、やはり太平がちょっと優勢な感じ。これは勝つと太平が一気に5連勝ですからね。さあ、ゲージマックス。やっぱね、レミ側は結構いろいろ技打てるんですけど、一発持ってかれちゃうと、そこは死ねるんで。はい。この文句一つね、言わないでやってるこの二人には相当期待はしてるんですよね。ですね。サード界の。さあ、今、セイ君がめっちゃ押してると思ったら体力が大変でしたね。そう、それがレミなんですよ。減らないんですよ、レミは。そしてユリアンさん。ピエロすごいっすね。結構我慢対決の部分が強いですから。これ、リードされて我慢されたらって話ですよね。そうなんですよ。リードされちゃうと行くしかなくなっちゃうんで。はい。
そうするとカウンター取られちゃうんですよね。さあ大イエローキ攻め、さあ大変なオスターバードしてる、セイ君が逃げる、なんかグループ抜けて、さあいや今のは入らなかったか、最後はスタブロー、ここのスタブローが強い、あそこはもうほぼセットプレイで入ってますからね。さあ5人抜きで6人目、さあ龍一登場ですね。さあ太平が6人、ここで国を温存してるということで、太平が対してバナオ、あじゃなかった、龍一が登場。さあまずはゲージの高め合い、お龍一見えてますね。さあまあ龍一のユリアン戦は相当うまいんですよね。あうまいですか。この間 RX にあの準決勝かななんかで当たった時に、はい、美味しいっつって PP でみたいな感じで負けてましたから。そうですよね僕後ろでのじやったんですけど1ラウンド目終わる前に終わってましたもん面白かったですあれはさあわあ当たってリュウジ見てからぜ、これ出ましたね、赤風呂の取れない前段、しかしユリアン体力が多い、まだまだうますぎるか、さあもう一回、うわぁここで上が入ってる龍昇龍ですね、龍一昇龍の略と龍昇龍、龍が昇龍って言っただけなんで略しになりませんでしたね。さ あ, さあこれをピアノないか、じっくり待ってこのエンドバナー、波動拳が若干さあここは取ってる、この辺はもう、リュウイチの周り取りが上手いんで、もう投げられないでしょうね、ここからは。そうですね。はい。これはもう、ユリア行くしかないんで。これはリュウイチは下がる一方なんですが、ここで。もう無理やりでも、灼熱、ブロって。さあ、リュウイチどうする、逃げたー、これは上手いですね。最後は登りだけか。立ち回りで勝ちました、この辺がまあ、リュウイチポイント6のやっぱり強い。さすがですね、今のは。リュウイチやっぱ立ち回りが上手いんですよね。さあ、アルグレイリベンジになるか、バナオのアレックス戦は相当竜使いは注目した方がいいですね。これはかなり極みの領域いってます。さあ極まっている竜一のアレックス戦、まあ元気でやってますからね。これはギャグじゃなくて本当にうまいんですよ、ね、うまいっすね、ダイヤシに対して。あれでも元気はあれはやる必要ねえんじゃねえかっつってましたけどだから褒めるのかけなすのかどっちかにしろっつってんじゃん。いやいや元気心の竜一ですから、はい。さあシューバカリーうまい、さあやっぱりこれは一番嫌な距離にずっとキープですね。そうなんですよ、この龍一のこの間合い取りが、うん、間合い取り完璧すぎる、これがチュンリーとあんま変わんないんじゃないかっていうぐらい上手い間合い取りなんで、ね、さあキャラ対の龍一中盤で落として、さあここで、あーこれ中フラ当たって、さあここはお投げが暴れる、さあブロって投げて、これでピオラス、さあまあでも龍一のこの間合い取りを来るさ、はい、アルグレさんも相当すごいですよ。そうですね、今いい動きをしてました。さあベテランドでアルグレ開幕灼熱からパーソナルでスタンチカイフルクがアップ、龍一のこの間合い取りは本当に完璧すぎるという。そう上りブロが入ってる、さあやっぱりね赤風呂うまいですから下手に、ここでなんですよ龍一、龍一がこういうのしだしたら自分で言ってたんですけどね、このゲームが終わるって次やりだしましたね。カッペースやってゲームが上手くなったらしいですよ。さあ出してしまう、ここは確認ミスって勝利まで入って、これはちょっと厳しいかって、これは多分灼熱対空があるんでゲージ温存ですね。そうですね、はい、龍一完璧な判断、ね、あとは灼熱削るだけで終わりですから、あー完璧な場合のり、最後は勝利、引き出す勝利、ただ今の勝利ブローライターは結構終わってた出し方でしたね。まあ、こいつブロレねえだろ。さあここで